8番街との各ロックフェラーセンターの中心、ロックフェラープラザを鳥の目で見下ろす50丁目は、ニューヨークシマンハッタンを東西に走る通りである。12番街から東向きに、島の全体を横断し、ピークマンプレイスで終わる。この通りには、M50 バスが走っており、49丁目へと戻る。以下には、通りにある地下鉄駅を、西から東へ並べた。ウォルドルフ・アストリア。 ビラードハウス、セントパトリック大聖堂、ロックフェラープラザ、ラジオシティミュージックホール、ワールドワイドプラザなどの名所がある。ブロードウェイのパラマウントプラザは、インガルフ・デバー・カンパニーの場所として、メルブルックスのサイレントムービーで使用された。ヘルズ・キッチンの435日50丁目にある電話交換機ビルは、ミッドタウン・マンハッタンの北西部を担当している。 ロックフェラーセンターを通る一部区間は NBC のテレビ番組トゥデイのため朝は閉鎖される2008年3月15日に起きた東51丁目でのクレーンの崩落では4人の作業員が死亡し50丁目にある小さなアパートメントも破壊して10人1人が死亡した17人が負傷した104パークウェストエデュケーショナルキャンパスは11番街と12番街の 間の50丁目に位置している。現在、キャンパス内には、フェーシングヒストリーハイスクール、マンハッタンブリッジズハイスクール、ファイナンス、ハイスクール、ハイスクールオブホスピタリティマネージメント、アーバンアセンブリースクール4、デザインコンストラクションの5つの高校がある。ありがとうございます。